はい、じゃあ最初今5つのプロセスを説明させていただいて、実習として、イケメン講師を取るというところまでやって、もうすでに10個ぐらいいろんなこと分かりましたよね。で次にですね、4つの応答、この説明に入りたいと思います。今日皆さんお持ちのカメラは漏れなくオートフォーカスカメラですね。でオートフォーカスっていうのはオート、日本語で言うと自動ですね。では皆さんがお使いのカメラは実は4つカメラ側が勝手に自動で決めるものがあるんです。さて何でしょう。どうぞ。ピント。あ、ピント、オートフォーカスのフォーカスですね。ピント、正解です。露出。あ、露出。あれ、僕のテキスト見た？書いてました。すみません。いいですよ。露出。でね、露出っていうのは実は2つの組み合わせなんですね。何と何の組み合わせですか？絞りとシャッタースピードの組み合わせです。ちょっとね、この辺はあのテクニカルな話なんで、なんとなく明るさ、露出イコール明るさと。明るさをカメラが勝手に決めますね。あと2つ決めるものがあるんですけども、分かる人分かる人います？あと2つ全然分からないですか？どうぞ適当に。ホワイトバランス。あ、正解。それ4番目、ホワイトバランス、 WB って言うんですけど、何ですか？そういうね、あの子供のような探求心、これ写真上手になるコツです。でね、写真上手にならない人のね、典型、頑固。これ絶対上手くならない。あの年齢関係ないです。若い年より関係ない。頑固、これ絶対写真上手くならない。はい、もう子供のような探求心。このホワイトダンス、これね、ちょっと難しいんで知らないことしてください。また別の機会にちょっとやります。これなしでいいです。後でちょっとだけやります。もう一つ何でしょう。シャッタースピード。あ、それ書いてあるんです、これ。シャッタース、SS。あの、絞りとシャッタースピード。はい。他、いいですよ。間違えたっていいんですよ。いいんですよ。はい、どうぞ。誰かいないですか？え？色。色はね、実はのホワイトバランスの方が担当しているところで、まあ、ちょっと色って話が出たんで、今ほら、蛍光灯の部屋にいるじゃないですか。片町の飲み屋さんってね、あの蛍光灯を使ってる店ほとんどないんですよ。裸電球のオレンジ色のランプでやるでしょ。あれはね、あのこのホワイトバランスの温度、色温度っていう基準があって、 K でケルビンで表すんですけど、低くてこうオレンジ色に見えるんですね。でそういうところで見ると料理おいしく見えるし、女の子も綺麗に見えるんですよ。ですから蛍光灯でやってる飲み屋は基本的にあの安い居酒屋とかファミリーレストランだけです。でその色は一番の基本は太陽です。でそれよりももっと青っぽい光とか赤っぽい光とかあって、それはカメラが自動で人間の目に見えるように合わせてくれてるんで、それはホワイトバランスというオートの仕組みの一つです。ズームでない？え？ズームは違うの？あのズーム勝手に動きます。あ、これは可愛い女の子だからビューンと望遠とかカメラ、そんなカメラあったら僕100万でも200万でも買いますよ。指が勝手に動く。あのレンズはあの手動です。あのどんな高級カメラもですよね。自動でね、 あそこにズビューンって、そんなカメラはまだ売られてないです、今のところ。僕の知る限り売ってるかもしれないですけど。もう一つはですね、これ ISO 感度っていうのがあって、これも基本的にカメラが勝手に決めます。え、うん、そうです。昔のフィルム時代はアーサーって言ったんですね。全く同じ単位です。アーサー100とか400とか800とかっていう、これによって実は明るさも変わってくるんで、2と3はお友達なんですよ。深い関係にあるんですね。で、あの何分の1がどうしたこうしたっていうテクニカルの話は今日の講座ではあまり必要ないんでやめますけども、この ISO 感度っていうのと絞りとシャッタースピードで明るさが変わると。
色はこのホワイトバランスっていうので、場合によってはこういう色で撮りたいっていうことでこのホワイトバランスを変えて撮るっていうのも技法の一つです。で今4つのオート、という話をしてますけど、実は5番目があるんですよ。それもさっきの実習の時にやったんですけど、ストロボのオンオフはカメラ勝手にやらないですか？暗いからって勝手に光ったりしません？これもカメラのオートの機構の一つなんですよ。ただ僕のテキストってほら2つの方向性とか3つの段階とか4つのオートと5つの段階とか書いてあるので、5がダブルとかっこ悪いんで4にしただけなんです。本当は5個あるんです。で、1眼レフの高級なやつはこれ5がないんですよ、実は。なぜかというとストロボがついてないんで、自動でストロボが光るはずがないんで、5はだからオートフォーカスカメラ全部に当てはまるもんじゃないんで、一応4つのオートということにしてます。で、ここでですね、なぜこの4つのオートの説明したかというと、カメラは全部決めてくれるわけでしょ。ピントだったり、明るさだったり、色であったり、あるいはストロボのオンオフとか。じゃあいいじゃないですか、何も考えなくて。でも皆さん、もっといい写真が撮りたいと思ってるのは、多分、全部カメラ任せにしてるからじゃないですか。すなわち先ほど言った企画、技法、シャッタースピード、加工、編集、情報発信ってある中で、特に技法の部分でカメラ任せでやってたんでは、自分の思い通りの写真は絶対撮れないんですよ。ここはやっぱりね、乗り越えなきゃいけないんで、自分が思ってる写真にならない原因を考えて見つけて改善しないとダメなんですね。で、一番よくある失敗は、窓が入っていた室内の暗くなる写真です。菅さんが持ってきたのはまさにそれでしたね。多分オートで撮るとああなるんですよ。それはなぜそうなるかというと、カメラが明るさを決める時の基準に、その窓から強い光が入ってくるっていうのは一応想定外なんですよ。で、それは明るさをマニュアルで自分で変えないといい写真は撮れません。言ってみて分かりますね。カメラはオートフォーカス、まさにオートだから便利でいいんですよ。特にね、ピントなんていうのは人間が合わせるよりもはるかに正確に合わせてくれますからいいんですよ。ただオートフォーカスのね、一つの欠点は、二つの欠点は、一つは合わせるまでに 0.3 秒ぐらいから場合によっては1秒ぐらいかかるんで、半押しって言ってそのピントが合うまで待たなきゃいけないんですよ。だからせっかちの人を押すとね、ピンボケになっちゃうんです。オートフォーカスで、それが一つ欠点です。だからじっくり構えてシャッターを押すっていうのは技法の一つです。これはピンボケにならないための。それともう一つ、オートフォーカスカメラのピントが合わないのが、真っ白いものとか真っ黒いものっていうのはカメラから目に見えない光を出して返ってくる光の角度とか長さでピントと合わせてるんですね、カメラは。だからうまく反射してこないものとは合わせられないんですよ。だからそういう時は特に一眼レフの場合はマニュアルフォーカスにして自分の目を頼りに合わせた方が早くて綺麗な写真。ですからオートっていうのはまさに自動で何でも撮れるんで、いいのはいいんですけど、そこそこしかいかないと。特に自分がこういう感じで撮りたい、例えばですよ、明るい雰囲気で講習会やってるっていうのに暗い写真持ってったらこんな講習会でした、それで失敗じゃないですか。もっと明るく見せるぐらい、こんな真っ白っぽいのって言われるぐらい明るくしてもいいんですよ、エアロビックダンススタジオは。堀さん受けました今。急にどうしたんだろう。ですからそれは自分がこういうテーマで撮りたいっていうことを実現するために、このオートでやってることを少し手を加えると、その
加え方はいろんな手法があるんで、明日の朝までやっていいなら僕全部やりますけど、今日帰りたいですよね。じゃあ8時半には終わるようにするんで、今日はほとんどやりませんけども、この明るさを変えるっていうのは大事なポイントです。よろしいですかね。それで2つ目の実習に入りましょう。今度は今イケメン講師取ったんで、2番目のテーマは今日はこういう講座の会場でしたというのを皆さんの団体の方に紹介する写真を今から30分ぐらいまでの間に撮ってください。で、ですね、みんな動くと殺風景になるんで、まずはもう2分ずつやりますからね。そこの4つのテーブルの方、すみません、1番5は受講生ね、3人ね、3人の方立ってください。で、そこのスタッフ3人いるじゃないですか。今いる方のところに座っててください。言ってみるの分かりますかね。今こういう状態、ほんとはストップじゃないですか。その3人、今から2分で今この講座をやってる風景写真を撮ってください。そうです、自由にどっからどう撮ってもいいです。もうイケメン講師はいいですよ。もちろんイケメン講師が写っててもいいんだけど、こういう会場でやったよというのが分かる写真を撮るという練習です。で、今それ順番に来ますんで、スタッフの方順番に引っ越ししてくださいね。言ってみれば分かりますね。後の人もそれやるんで、今イメージトレーニングしておいてくださいよ。分かりますよね。今日今一つ目講座に行って、イケメン講師はこうやって飛ぶよ、でどんな会場で講座あったんですかって言ったら、こんな感じの会場でしたよっていう写真を今3人が撮ってるわけですね。よろしいですか。まだレイさんかかります。もういい、いいですか。はい、じゃあ3人戻って、スタッフの方3人こちら、こっちの 4つの島の方に移動して、この4人でどうやって撮るといいか、どうぞ実習ですんでやってみてください。どうぞ場所変わってください。次そちら行きますからね。もうちょっと屈伸運動を気持ちの中でしてるんでね。そこで屈伸運動すると違う講座の写真になっちゃうといけないんで。どうですか、大体撮れました。じゃあ交代します。じゃあスタッフの方3人こちら移動してください。今のそこの島の方、大体いいですか。もうちょっと撮ります。いいですか。はい、じゃあ交代してこちらの島へ移動してください。じゃあこちらの4人でお願いします。
とりあえずこれ、皆さん自分で取り込める状態で持ってきてるんですかね。あのカードリーダーは皆さんお持ちで。でも初めての方もいらっしゃるので、取り込むのをちょっと画像処理ちょっとやりたいんで。どうですよ、ここ取りました。まだ。はい、じゃあ交代して最後の島お願いします。はい、だいたい取れましたかね。で、今は会場風景を撮ってくださいって言われたとき、何をテーマにしました？全体的な風景が撮りたい。全体的な風景を撮りたいと。で、それも今、そういうテーマで撮った。どういうテーマで撮りました？講習を受けてる講座生を中心に撮りたい。何をテーマに取りました？全体的な方向で取りたい。で、先ほど僕の最初のセッションであった5つの段階っていうのを聞くまではなんとなく取ってたと思うんですよ。でもそうじゃなくなったでしょ。もう帰ってもいいぐらいです、ね、もう収穫バッチリです。で、必ずこういうふうに取りたいっていう明確な意思がないと絶対写真うまくならないよ。そしてもう一つテクニック的なことありますと、今日の受講者の方あんまりいなかったんですけど、ここから全体像を撮ってた人何人かいて、しめしめと思ったんですけど、ここから撮ってる人いらっしゃいましたよね。ここからこういました。ダメなんですよこれね、だいたいね、小中高大とね、一回も滑ったことなくて来た人はだいたいこう撮っちゃうんですよ。人生まっすぐ見ちゃうんですね。で、僕ね、挫折ばっかりの人は斜めから撮るんですよ。その方が立体感出るんですよ。大学とかで挫折してないでしょ。ねってないでしょ。大体わかるんですよ。まっすぐ取っちゃう。こっからダーン。そうすると地面ばっかり大きく映るんですよ。ですから全体的に取るっていうテーマの時は、真ん中よりも端っこを両方回っていい方から取ってください。全体像を取る時は。で、じゃあちょっと歩いて見てください。すごく、ここに来て、あっちの端っこ行ってください。すごくなんか人がこういっぱい集まってるように見えないですか？だって真ん中から見ると、あ、カーペット白いなって感じじゃないですか。これだけしか見えない。ですね。
でこれ一つのポイントです。会場の斜め後ろから全体に撮る。当然その時も広角レンズです。望遠レンズじゃなくて全体を撮る場合は、ただテーマとして望遠レンズでどこかに自分の撮りたいものを対象を入れ込んで撮るっていうのも技法の一つです。ですから先ほどテーマとして実際にやってるところを撮るっていうふうに決めるんであれば、2人ぐらいがこうちょっと斜めに入って何か作業してる具合をメインに撮るっていうのはありだと思うんですね。だからその時も必ずこういう写真を撮るというのがまず第一です。でそれを生かすために望遠レンズにするとか広角レンズにするとか技法が必要になってくるんです。よろしいですかね。ですごくあの今日進みがいいんですけども、画像処理をちょっとしてみたいなと。で今撮ったイケメン講師もあれもあの撮ったやつを今目の前にあるパソコンに流し込めますかね。ちょっと時間かかってもいいんで、これあの流し込まないと次の作業できないんで、流し込んでじゃあデスクトップに自分でフォルダを作って、あの今日撮ったやつ基本的に全部流し込んでください。何を今言ってるか指示わからない人いますか。わからない人はいませんね。大丈夫ですか。